Wenn selbst
Ich hab dir die Lunge, Herr,
Ich wachte auf und die Träne floss noch von der Wange herab. Ich hab im Traum Ich wachte auf und ich weinte noch lange bitter dich. Thank you.
京都芸大で、まあ、非常にドイツリートのお上手な先生に聞きましたね。その京都芸大入る前も、ね、ドイツリート専門の先生でした。そこからどん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 ドイツリート、ドイツリートと、ドイツリート、まあ、ばっかりでもないんです。ほとんどもうドイツリートを歌ってました。ただ、これを仕事で歌う場はないんですよ、皆さん。誰もお金を払って聴いてくれない、ね、サンタルジアなら聴、ね、いてくれるんだけど、ドイツリートは誰も聴いてくれない、これがね、あの私が30歳ぐらいの時かな、ヘルムト・ドイッチュさん、ヘルムト・ドイッチュさんって日本語に訳したらドイッチュは国の名前ですから、ヘルムトでもよくある名前ですからね、日本で日本太郎みたいな。このヘルムト・ドイッチュさん この、まあ、個人ですので、いや、君はドイツ語喋れないのね。ね、僕に英語も喋れない。大阪弁しか喋れない。ね、まあ、よくドイツ語で言ったら歌うね。まあ、まあ、褒められたら褒められてないで。で、それで彼が言ったんですね。あの三味島由美子さん、旦那さんですね。で、彼がね、いやもうドイツでも誰も歌わなくなってきた。それがもう、はるか昔ですよ、私60年、それ当時30年ですからね。でもドイツでもね、誰も歌わなくなってきた。うん、おそらくドイツ人が残るの、最後に残るのは日本だ。ここに残ってました。本当に、歌うよりも話すのが好きなんですよ。ブライシー・ミツルさん。ね、彼がね、何月だったっけ、自分の時歌ったんですよ。12月ね。で、たまたまお知り合いからその彼の冬の旅の編曲演奏、超大曲。ドイツ人だ、ドイツ人だって。めったに聞かないドイツ人だ。まあ素人でいいか、聞きに行くかって。で、聞きに行った。ね、あれ24分、1時間ちょっとね。まあよく歌いましたね。ね、そこでまあ彼とお知り合いに。まあ実はそれ以前に、コスモホールの大工の合唱ですよ。それじゃないし。合唱団ずっと5年やってね、ここにコスモホール今年もやりますんで、皆さんよろしかったら歌いに。そこでですね、まあ私はですね、原先生っていう、この作人代行を広めたことですけどね、高校の先生、ビオラ奏者です。その先生は追悼演奏会で4楽章だけやったんです。その時にテノールソロに来たのは彼のお兄さん、ブライシー・マコトさん。私その後ろで歌ってました。もう彼にその方パンと惚れ込んじゃいましたね。すぐに家帰ってメールを出して、すぐ返事を。その弟さんっていうことで、まあまあ、これでお兄さんにも近づきになるかなと思いましたね。まあ、そういうようなことで、ちょっともうちょっとすみませんね、話がなくて。後で歌いますからね。まだ取られてますからね。中込みに長く続いて歌声喫茶。で、まあ、その大工でお知り合いになった方が、そこの、まあ、スタッフをしてて、まあ、その関係でそちらに舞台に、ね、私はどっちかというとドイツリートやってますけども、歌謡曲も大好きなんです。フォークソングとかもね、中学の頃でジャンジャカジャンとやってましたから、それで歌う声喫茶。で、そのご縁で今度は、遠見の方にも歌う声喫茶。遠見の歌声喫茶。で、その次は、望月の歌声喫茶。ね、で、遠見と望月はなんと歌うのも、私ピアノ弾いてるって言ったんですよ、ピアノ。で、そういう中で、遠見の歌声喫茶のメンバーの方が、森本さんの歌を聴きたい。それはありがたい。歌うたいにとって聴きたいなんて言われる。どんな嬉しいことがある、ね。でも僕だもん、ドイツ語の歌だよ。ドイツ語って言って、それでもいい、ね。で、それと、時を同じくして、まあ、人間のご縁って言うのは、このお店、スピカー麦の子さん。で、フリア・カイさん。彼が私の娘がやってる映画館に来てくれて、そこでお知り合いになって、もしも昭和29年生まれ、一緒、ね。ということで、まあ、一個投稿しました。で、美味しいパン。私にはパン自分にあるんですよ。でも、パン買って帰ってますね。私、自分でパン焼くんですよ。ね、で、自分でパン焼くんですけども、ここのパン食べちゃってね、
もうここのパンしか食べられないからあ、こんな遠いところまでね歌声喫茶に来たときに、まあ、買いに買っていくということを続けてるわけですけど、じゃあここでピアノがあるんだから、ここで私の演奏会をしようじゃないかというのがね、こいつ肩や歌声喫茶のほうに送って、そのこしてる間に どうやな、何しようかなとか言ってる間に、だからあの倉石光雄さんが来て、お姉さんドイツ人と歌いませんか、これ何の関係もなかったんじゃないですか。それがこのスピーカーさんがパッと押してたんですということで、長い話でしたけどもこの演奏会をさせていただくことになりました。本当にね、私信州に兵庫県から来てちょうど7年、7月で7年になるんですけども、本当に性格の悪い人間ですから、詳しく見てましたけど、こんな人気があったと私も思ってませんこんなね、もう暑く打ちすぎるぐらい集まってたというもう本当に今年この暑いのは私のせいじゃありませんかこれは安倍政権のせいでもありません。ですから、まあ、本当にこんな長い話を含めて最後まで皆さん政権を立たずに、最後まで聞いていただいて、本当に私はこの年まで歌を細々とやめずに歌い続けてきてよかったなと思います。本当に今日ここに来ていただいた方々、私が信州に来てお友達になっていただいた方々、本当に本当にありがとうございます。ではアンコール今日この場所に2人めちゃめちゃ幸せな人誰かいませんけどね、その幸せな2人にこの歌を捧げましょう。ササイムス検定しましょう。リーティン検定シューマンです。クララ・シューマンとシューマンが結婚するときにお父さんの反対があってね、なかなか結婚できない大官方が結婚したんです。その結婚の前の日にこの奥さんになるクララ・シューマンに捧げ検定したリーティン。
それを主のね、その奥さんにある人に捧げてる後ろちょっと2回行ってシャレですね。それとちょっとモテるでしょ。はい、これでやっておきます。話ばかり。今日はね、感想にも歌ってるとかいろいろ本当にありがとうことを頂戴したんですけど、ね、全ても同意するということで、実はたくさん間違ってるんですけどね。よくご存知だと思うんですけど、全部書いてるんですけど、ね、その中で、最後、ここまでが私の永遠の愛、ね、イービゲリーデのプログラムで、最後に1曲、日本語の歌、皆さんよくご存知の歌を歌って、ついこの間、西日本で大変な水害があって220人くらいですね、まだ行方不明になりました。お亡くなりになりました。この会場の中にも大切な人をいろんな理由で亡くされた方がきっとおられると思います。そういう、まあ、人間だもみんな親は先に死んでいくしね、自分もずらしいし、連れ合いもどっちが先かは知らないと死んでいくし、楽しみに見舞われるわけですけど、そういった人とか泣いちゃダメだよって言って慰める歌を歌いたいと思います。聴いてください。Thank you.